ださいごめんください、ヤンです。ああ、ヤンさん、さあどうぞお上がりなさい。ここで結構です。これお土産です。おい、これはどうもありがとうございます。あ、座布団をどうぞ。 ありがとうございます。毎日暑いですな。そうですね。さあさあ、いらっしゃい。お邪魔しています。麦茶をどうぞ。ありがとうございます。ああ、冷たい。美味しいですね。これヤンさんのお土産だよ。あらまあ、それはどうもありがとうございます。何でしょう。どうぞ。そうですか、では失礼して。なあ、素敵なお箸。おお、どうぞ使ってください。どうも。ありがとうございます。高山へいらっしゃったんですか。ええ、古い日本の建物を見に行きました。いかがでした。いや、素晴らしかったです。そうですか、それは良かったですね。ヤンさん、兄ちゃん、もう一杯いかがですか。はい、いただきます。あら、まあ綺麗ね。いや、素晴らしいね。ヤンさん、屋台は見ましたか。ええ、見ました。素晴らしかったです。ヤンさん、高山も暑かったですか。ええ、昼間暑かったですね。でも朝晩はとても涼しかったですよ。そうですか。こちらは夜も暑かったですよ。そうですか。あ、どうぞどうぞ。お父さんも、うん、あ、いい風だ。どうもごちそうさまでした。お出かけですか。はい、太郎君と秋葉原へ買い物に行くんです。ああ、秋葉原へ。これはいかがですか。ステレオです。うん、いい音ですね。太郎君どうです。うん、そうですね。これいくらですか。45,000円です。45,000円。こちらの方が安いですね。そちらはステレオじゃありませんよ。あ、そうですか。あ、でも45,000円はちょっと高いですね。そうですね。じゃあ42,000円でどうです。この品物42,000円。安いですよ。どうですか太郎君。42,000円ね。ちょっと、それじゃあこの値段でどうです。40,000円。この品物が40,000円ですよ。うわ、これが40,000円。安かったですね。デザインもいいわ。ほらヤンさん、うちのより大きいですよ。誰、うわー、ほんとだ、うん、あー、いい湯だった。ヤンさんも入りませんか。ええ、ありがとうございます。お風呂は暑くありませんでしたか。いや、暑くなかった、ちょうどよかったよ。さあヤンさん、遠慮しないで。太郎、風呂場へ。はい、それじゃあ遠慮なく、うん、行きましょう。うん、ああ、暑い暑い。どうも扇風機の風は涼しくないな。おい緑、クーラークーラー。緑、クーラー。今夜はそんなに暑くないですよ。それからお母さん、冷たいビールは。はいはい、ありますよ。お、あ、すごいね。うん、お、戸建ての人か。はるばる来たぜ函館か。やんさん、お風呂ぬるくありませんか。
いえ、ぬるくありません。ちょうどいいです。そうですか。ではごゆっくりどうぞ。はい、ありがとうございます。思い出すたび会いたくてとても我慢ができない。